10回完結講座2ボールペン名字を漢字で書く。今日は名字を漢字で書いてみましょう。今日は名字ですね、漢字、名字を書いていきます。足立さん、基本2文字の、お名前なんか書くときは頭の字を少し小さめに書いた方がバランスよく見えますかね。少し頭の字を小さめにっていうのがコツですかね。少し意識して小さめにして下の文字を大きくした方が安定感が出ます。フェスさん、青木さん、こういう場合は頭の字が画数が多いので仕方ないですが、少し左払い右払いを大きく書くとバランスよく見えます。続いて鬼塚、鬼塚ですね。鬼、左払い右で、塚は左に流してこちら側を少し右側に流すと安定感が出ます。加納さん、左払い口ですね。一辺難しいですが、こう決めたらここに壁作ります。して少し左に流しておいた方がバランスよく見えます。こうですね。止め払い、勢いよくリズムよく書いてくださいと、剣も同じですね。左に流す、右を張り出してバランスを取ります。そして山をしっかり書いてください。伊藤さんですね。富士っていう字は画数が多くて難しいんですが、これをうまく見せるコツは少し細身に、月を細身に書いてください。そして右払いですね。で最後は止め。このラインが出てきた時は右側を少し上げるようにしてください。池内さん、石原さん、口は少し内に、このラインを少し引っ張り込んだ方がバランスよく見えます。石原さんですね。で今村さん、岩崎さん、どうでしょうか。皆さんよく、使う友人や同僚の名前出てきたでしょうか。漢字の名字の書き方でした。よくお手本を見て練習してみてください。以上です。今日の名字2文字は、よく出てくる漢字があったんではないでしょうか。次回は住所です。少し長くなります。頑張りましょう。